まあ、60キロはベストコンディションですし、ワクワクしますね。まあ、スピードとパワーは一番あります。で、ベルトを巻くぞっていう気持ちは絶対自分が一番上だと思ってます。決勝で沢谷選手と戦ってリベンジしてチャンピオンになりたいなって思ってます。まあ、特にこのホーストカップのベルトっていうのはもう一流選手一流だぞっていう証明の一つだと思ってます。参戦している4人の中では一発の強さは、誰にも負けないと思ってます。一度負けたことのある成尾選手もいるので、絶対僕はこのトーナメントを制してその雪辱も一緒に晴らしてやろうかと思ってます。ギズキック60キロ級チャンピオンとしてホーストカップのベルトを取りに行きます。他の3人とはレベルが違うので圧倒的な試合をします。まあ、蹴りとか自然に蹴りが出せるぐらい自分の体に染み付いているので、そこは自分の武器かなと思います。4人の中で一番ダントツで面白くてアグレッシブな試合ができると思います。まあ、全員、まあ、余裕で勝てるかなって思ってます。盛り上がる試合をやりましょう。 KO で倒します。全員僕がぶっ倒してベルトを持ってくんで覚悟してください。この日ベルトを巻くのは僕なので応援よろしくお願いします。俺がチャンピオンに一番ふさわしいのでぶっ倒しやります。